取材で行った先は小樽。その海を眺められる場所に立っている風情のある建物、こちら入り口にはデイサービス若の湯という文字が書かれていました。実はこちら今注目の日帰りで利用するデイサービスなんです。まもなくオープンするこの建物、実はある人の思いがいっぱい詰まった建物でもあるんです。その人の現在の職場、車で2分ほどの場所へ行きました。こちらにはデイサービスゆらりの看板が。こんにちは。こんにちは。こちらがデイサービスゆらりの代表で、思いのいっぱい詰まった若の湯を建てた方なんです。デイサービスとは介護保険制度が施行されてから要介護認定を受けた方が受けられるサービスの一つ。こちらゆらりでは午前9時から午後4時15分まで利用の、定員は10名以下の施設になっています。本当ここは楽しくていいです。でみんながいい人型でしょ、意地悪い人いないしね。だから私ねここ楽しく来てる。うん、話するいいことだからね。これからもさ、みんな健康第一として元気でね、頑張り、あの世行くまで頑張ります。いやでも本当に皆さん仲良さそうですよね。みんな元気です、はい。実はデイサービスを始めてまだ2年半余りだというのですが、始めようと思ったきっかけって何だったんでしょうか。あ、それは僕のおばあちゃんからなんです。おばあちゃんがきっかけだったんですね。はい、中島さん、おばあちゃんがきっかけだそうですが、今回訪れたのは小樽にある介護施設デイサービスにお邪魔しました。ここでこの事業を行うことのきっかけとなったのは祖母だったと話してくれた中島さん。さらに2年半余りでゆらりに次ぐ2つ目のデイサービスの事業所を立ち上げたという、そのエネルギーはどこから来るのでしょう。実はこの場所はかつて中島さんの一家が経営する銭湯と青果店がありました。天然温泉で近所の方にとても愛された銭湯だったそうです。へー、歴史ありますね。昭和を感じますね。昭和29年から営まれた銭湯若の湯、そこの看板娘として銭湯を切り盛りし番台に座り続けていたのが中島さんの祖母キヨさんでした。小さな時から大のおばあちゃん子として可愛がられた中島さん。うちのおばあちゃんはとても元気なおばあちゃんで、90歳ぐらいまで番台に上がっていたんですけれども、ある日うちのおばあちゃんが番台から降りて急に泣き出してしまったんですね。もう計算ができなくなってしまった。それが認知の始まりだったんですけれども、でもなかなか時代的に、整備も整ってなかったので、なかなか僕たち家族が受けてほしいと思う介護サービスを受けることができなかったんですね。それであればその思いをずっと胸に抱えるまでもなく、こうしっかりとおばあちゃんにやりたかったサービスを自分たちで実現しよう、その思いがあってデイサービスを立ち上げました。そんな思いが中島さんの原動力だったのですね。どうぞ。ではお邪魔します。おー、とってもおしゃれですね。ありがとうございます。でもちゃんとこう手すりがあったり、椅子が設置されてたり、床はバリアフリーになってたりと配慮されてますね。では失礼します。壁紙もおしゃれですよね。素敵。わー、広くてとってもおしゃれですね。手すりとかがいっぱいあるのかなって思ったんですが、そういうものがあまりないですよね。はい、生活リハビリをメインに介護してますので、なるべく自分でできることは自分でしていただいて、もし歩くときとかは職員がしっかりと手を携えて一緒に歩くことがリハビリになる、そういう考えのもとに介護を行っております。へー、とっても居心地良さそうですね。建物を設計した村上さんにもお話を伺いました。
やはりこう建物のこうどこにいてもこうあったかいというか、まあ、冬はあったかく、まあ、夏はあの快適な過ごしやすい空間ということで、まあ、特に断熱性能ですね、こちらに注意してまあ設計しまして、全館こう床暖房をこう快適にこう過ごせるような、そういうような計画になっています。あとは換気もこのきちんとこう換気されるように、まあ、今の住宅では当たり前になってますけども、24時間換気でこう換気をこうしていくような、そういうシステムになってますね。そしてここである発見をしました。あら、ちょっとなんかすごいもの発見しちゃいましたよ。中島さん、これ体重計ですよね。はい、そうなんです。これは どんな、なんか随分こう年代を感じますけれども。はい、若の湯の頃に使っていた体重計をデイサービスで、何かその若の湯の思い出をそのまま使いたくて持ってきたんです。そうなんですか。いや、キロとカンって書いてるんですよ。中島さんにとっての思い出がいっぱい詰まってるというわけなんですね。はい、そうです。いや、これはすごいですね。貴重です。そして続いてはお風呂も見せていただきました。すごいいい香り。これヒノキですか。そうです。こちらのお風呂はどんなこだわりを持ってご用意されたんですか。はい、やっぱりこう若の湯の感じを出したかったので、黒いタイルとこう木造りの感じを出しました。ただのヒノキではなくて、特別な介護浴槽で、見て分かるように手すりがないんですね。ですからお風呂の中でしっかりとこう端を掴んで、利用者さんが水の浮力を使って立ち上がれるようになっている特別な浴槽なんですね。こう癒されるポイントが詰まってますよね。はい、ありがとうございます。いや、これはくつろげますよ。すごい素敵です。かつて地元の方に長く愛されてきた銭湯若の湯は、今デイサービス若の湯として生まれ変わりました。中島さんが大好きだったおばあちゃんをきっかけに始めたデイサービスは、温かな気持ちに包まれた温かい建物となって、かつての素敵な思いと一つになり、これからも時を重ねていくのですね。